問題、ホッチー水井デスク六拍手してらんないのよ。そうですよ。あの、鬼門ウィークと言われてね。いやー。甲子園松田。まあ、我々6連勝狙ったんですけども。はい。何が言いたいか。はい。阪神を起こしてしまった。起こしちゃったなー、これ、あの、もう、行こう。行こう。じゃあ、の、不思議な一週間振り返ります。ホッチープロ野球チャンネル。 さあ、三井デスク、はい、昨日もね、1-0ですよ。勝ってたところでね、アメリになっちゃって。ね、先週は、そんな試合ばっかで、うん、これをどう取るか、はい。どう取るか。なんですよ。うんうん、ね、スポーツ報知はね、はい、3勝。まあ、安倍監督がさ、3勝。敵地でのねそ<う>あの、敵地での引き分けっていうのは、勝ちに等しいっていうこともあったんで。3勝3敗で。 言うけど、えー。はい。さあまあ、実際6連戦が3分け3敗という結果で、まあ一勝もできなかったんだけども、はいはい、安倍監督は3勝3敗ね、うんえー。ともいえ、勝ちに等しいドローだというふうに、結構ポジティブなね、はいえ、談話を残してまして、はい。先週の、うん、まあ、じゃあ初戦から、ちょっと、はい。 ファンの皆様の鬱憤もたまってるので、うん、まあ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 、ちょっとだけ振り返りつつ、まあ振り返りましょう。はい。はい、まず4月16日甲子園、はい、これ、ねはい、延長10回表、はいえー、雨天コールド引き分けで、まあ1対1、1> はい、まあドローだったんですけども、そうなんです。うん、僕もね、アフターホーチを控えてまして。はい いや勝ってたんですよより投手投げていり打って自ら打ってただあれは坂本選手らしくないというかただ気持ちも分かるというか僕も動画では表裏一体ファインプレーと失敗は表裏一体と言ったんだけど結局ダブルプレーバッターランナーをセカンドでアウトにしてからもう一回セカンドランナーを強殺すればダブルで終わるんですよ。あれれもそそこプロの技 僕らも高校時代それちょっと何回も練習したぐらいの技なんですよ。だから僕は結果オーライ、しょうがないと思うんだけど、うんうん、やっぱり一対一じゃうん、うん。そうですね。 やっぱり、あれだけピッチャーがねしっかり放っている中で1点じゃっていうところがあるよね。そうなんですちょっとね阪神がね、なんだって目を覚ましつつそうなんだよねちょっとね、痛いドーだったんですがよく第2ラウンド、これもね0対2、これはもうフラストレーション、1アンダーを放ちながらもこれ11残塁、一方のタイガースがわずか3アンダーで2点。 はい、これであの6連勝がトップしました、はい、あの新聞に出てました記録メモでね走者が2人以上いたら8打数0アンダー,、うん、あーもうどうしてもこのなんていうか決定力というか、はいね、得点力があ勝負強さが欠けられるっていうか決めきれないというねこれが今のジレ長島さんに聞いたら間違いなくチャンスは美味しいと思えと。 どどうしようううししよよ打たなきゃ打たなきゃって思うんじゃなくて、うん、もう美味しいと思ってチャリーンですよチャリンチャリンチャリン,チャリンとも、ね、う,ほう,ほう、ね、打てば勝てないぐらいの勢いでねもったいないなと思いってると思います。 で、この日はね、えー、あの、角脇選手が4の4、うん。はい。これ4の4で完封負けっていうのがまた、もう、うーそうです、ね、いう試合でしたね。はい、<ー>この日あたりから、安、うん、部監督の試合後のコメントがちょっと僕の中では気になり始めてきたんですよ。<ー>先週6試合。はい、えー、えー、ええー。ね、なるほどね。まずまあ、 一重だと一重かと思いつつ次の第三ラウンドがこれが1対2でサヨナラ負けを喫しましたこの日はなんといっても菅野智之投手が開幕から20イニング連続無失点だったんだけどこれが止まってはしまったもののきちんとねしっかりゲームメイクをしたんだけど。 無援護というか。そうです。の援護がねこ。この3試合だから、合計2点しか取れなかった。ああ、3試合で2点じゃねえ。そこれはね。それはもうピッチャーがいくら頑張っても、勝ちきれないしことはになってしまう。はい、そこで安倍監督、この甲子園、うん、全然負けた気がしないと。はい うんお水井ですかちょっとご不満ですかそこはいやうん負けた気がしない、まあ、結果がすべてだから負けた気がしないですけども負けてるから<ー>どうなのかなっていうところでよく考えるって、はい、安倍監督はねあれなんでこんなに優しいコメントを出してるというかああと思ったんだけど、うんはい、広島戦もちょっとトータルで見ていくと。ええ あまあうん、そういうことなのかなと要はもがいてるんですよ監督就任、ね、1>, 1年目で、はいうん、思いどりにいかない、うん、やっぱ細かい。 ことをやれば勝てるということが分かったと。いや水すかね。今年のジャイアンツ完全にスモールベースボールでやっていこうというふうなのがこう再発から見られるじゃないですか。その中でバント、バントのね今日のスポーツウーチの一面にありました。バントがあの成功率がええセリーグで一番まあワーストのね六割と。これあの。 えー、ヤクルトなんかは9割5分7厘、まあ、中日は8割5分2厘、えー、カープは8割3分3厘とある中でちょっと年としてバントが決めきれてないんだよそういう、ね、細かい野球をミス,、うん、ミスするとやっぱり負けるなというのは監督の中でも分かってるから、うん、結局ワーストでしょ。 やりたい野球ができずにワーストにいるわけじゃない。まあ、そフラストレーションが溜まってるわけですよ。だけど、ここで。俺、なんででいねんだって。ガンガンって言ったところでしょうがないし。安倍監督の中では逆になんかもう。こういう言葉を使ってね、鼓舞しているようにも。感じる。かな。でも、背景には安倍監督の中では。メラしかやれよ。いや、いや、それはきっとね、あ、あると思うんだけど。 やっぱり試合中どんな失敗してもどんな何かあっても表情出さないじゃないですか。そうですね。こんな安倍監督というか安倍晋之助さんを見たことがないぐらいポーカーフェイスだからイライラしてるけど言葉では何とか前を前を前を向いてるほど鼓舞してるっていうね。というのがちょっと感じつつ甲子園ではその辺ね、浮き彫りになった形ですけどまあ、ここから移動して4月19日松田でのカープ戦これまた。 えー、延長12回、はい、スコアレスドロー。ねい,ね、いやー、ピッチャー陣がね、頑張ったんだけどね、戸郷投手が先発7回で、0分。坂本選手はちょ,っとちょっとずつこうやって落ちてきてるところ、打順もいろいろと組み替えて、この,回あこの日はね、早田選手を2番に入れて、そうですね、組み替えたんですけど、これもね、ちょっと不活だったと。うんうん だからところどころで若手を起用する大事な場面で起用して例えば延長12回にさ僕大勢持ってくると思ったん大勢投手だけど横川投手もってきたからでも難なく抑えたわけじゃないですかいやヒリヒリする場面でよだって後攻めですからね相手の方が有利なわけですからね完全にねその中でもね今日は勝ちましたと。 監督。いわゆるそういうふうなビジターゲームでのスコアレスということで勝ちに等しいということが多分おっしゃりたいでしょうけどもでもね僕らはやっぱりファンの声を常に聞いて仕事してるんでそうですね。ファンの方はやっぱりフラストレーション勝ちに勝ちましたなと思っちゃいないわけですよね。 いや、ね、特にねあの、うん、ルーキーのドライルーキーの西谷投手がもうこれで開幕９試合、うんはい、全部ゼロに抑えてるとか、はい、ピッチャー陣が本当にね必死に頑張ってるんで、はい、まあ打ってやってほしいというかあそういうふうなね思いがあのファンのコメントからも伝わってきます先に言うと、はい、だからもうセリーグトップの防御率チーム防御率１．９０トツなんです壇突だよこれこ,、ね、このピッチャー陣がいい状態の時に、うん。はい 勝たないとな貯めていかないと貯金を,貯金を現在貯金1位1位<う>になっちゃったからね、うん、まあでも1あるとうまあまあまあ思うのか、うん、だからこれが負けなかったことが大きかったのか、はいうん、ただしね本来だったら防御率1.90のチームは、うん。はい 貯金がね、ねうん、あのあ、もっとあってもおかしくないわけなので、僕はね、まあまあ、えー、続けていきましょう。4月20日。はい、これはもう2対6。坂本隼人選手が初回に24打席ぶりのヒットをは放ち、えー、猛打賞。これがね、はいえー、通算185回目で、はい。 あの3位の長嶋慎雄さんに、はいはい、あとと回に迫るもうそこまでもがき苦しんでた人が一気に3安打打っちゃうわけだから、そうなんですよそ<う>いや。やっぱりまあね、3番が好きなのかな、そうですね、力が、ねあ,のうん、あるのはもうね、言うに及ばずなんだけども、うん、この日の試合はですね、オコエ選手の三塁に狙う、積極果敢なプレーはあったんですけども、ちょっとあれはという声も出てます。 僕、ある賛否のねいろいろ賛否の、うん、いろいろ声僕は、はい、僕はありだと思うんですう。僕はねお<う>要は今年はキャンプから亀井康総理コーチと、うん、とにかく、はい、ランナー一塁からライト前打ったら三塁に行く。 広島が3連覇した時の野球でそういう野球でそうでしたね。もう必ずいつも行ってきた。しかも、奥江選手の足ですよね。もしかすると奥江選手のベースラニングが悪いからセーフにならなかったのかもしれないし、だけど僕は姿勢を今年やってる安部野球を象徴する果敢な走塁だった。アグレッシブさを変いてるんですね。アウトにはなったけども。もちろんきれい事言えば、次、岡本和真選手なんだからっていうけども、岡本和真選手だって別に。 10回、3回打てば、いいわけでしょまあそうですね。そうそうそう。7回を失敗するわけですよ。7回も失敗するんですよ。ならば、ね、ワイルドピッチでも、1点取れる、3塁に進むこと。ね。だから、打てないと、まあそうなっちゃうね。クローズアップされちゃうわけですよ。そういうことですよね。2点しか取れてないっていうね。まあ、普通にね、あの、打線が得点してれば、まあ、みんな忘れるシーンでもあるかもしれないんですけども、目についてしまうのはね、やっぱりね、打線が、 打ててないというか。12塁。12残、12残塁。もう一回言いますよ。はい。ミスター的な。美味しいなんですかチャンスは美味しい。しい。ね。お金も稼げる。チャリンね。新聞にも、ね。ニュースにも、みたいな感じで、おいしいと思ってやってほしいね。簡単に言うよな、とか、多分思ってると思うんですよってるけど、巨人の選手は。い、そうですね。このチャンネル、結構ジャイアンツの選手見ていただけてるんでね。あの、球場行くたびに見てるよっていう話なんで。 ただね。だからと言ってね。はい、我々、あの、痛い,いことを言えない、こんな世の中は、ポイズン。<laughs> 何も言えなくてなく、夏。<laughs> 言えないよ、ゴーヒロミ。<laughs> もっともっと言ってい,いじゃんというわけにはいかないので、怒られてもいいからい、いろいろ言ってこう。なも <laughs> どもりどもりどもりで喋ってね。えー、そして、えー、そうですよね。<laughs> うん、この、昨日日曜日のゲーム。はい,は,いはい。今回、うー、こう、コー,コールド。ね。 これも頑張ってるね小林選手なんですけどもこの4回一子満塁のセーフティースクイズの場面そうですねコメント欄もよく見ましたよ4回満塁でセーフティースクイズはちょっと無謀じゃないかっていうファンのサイン攻撃に対するねありましたけどこれが逆にこれが成功すれば あのー、よくやったというかタク,タク的中ですしね。そうなんですよ。確かにあのね、えー、そのあ安倍監督の試合後の談話からすれば、はい、決まるこうねそあの決めるための根拠はちゃんとあったわけで。で一塁が本当に下がってたんですよ。だからバントの前小林選手ならば、はい、一塁の方に転がしてくれると思ったらばこっちに行ってしまう。これがやっぱ。 今ののジャイアンツ流れというかまあななんだ乗ってる小林選手は結局はさ2戦フライ打ってるわけですよその後そうなんだよね幻だけどただこれは天気ばっかりはどうしようもないそう雨がいろんなものを流してくれましたねいやもうね勝ったと思ったけどねこれでね勝ちに等しいと3勝3敗ともってねと。 阿部、はい、監督というの、ん、は、うんまあ、大変、ね、そのポジティブなコメントっていうのは一、まあ、つ、うん、今年のね阿部、えー、監督の一貫したところではあるんでね。あるけども、うん、でも、まあ、ファンの方と共に我々言ってる側とすればやっぱり3敗ですよ3敗,3敗です、うん、まあ、一勝もできなかったという事実はねは、はい、残るわけですけどもた,ただ水ィズニーリスクね、うんえー、本当に繰り返しになるけども、はい、ピッチャー陣のこの 防防御率チーム防御率率チ、はい、結構なすすごい数字ででそうななんね何とかね報いてあげたいんだけどもまた一つねデータとして、うんえー、強調しておきたいこと先ほどねこの送りバントの決められる成功率が6割っていうことでセ・リーグの再開に沈んでるうもう一つ、はいえー、ちょっとねよろしくないのが得点圏これもリーグワーストの、えー、1割8分6厘とチャンスに一本が出ない。 まあ、ずっとね。ずっとなんです。それは。もう、それはどうするかって話なんですよ、あ、そうでどうするんですか。やまない、やめはない。まあ、まあね。まあ、あの、片岡雄鳳、お、キャップも書いてるけども。まあ、打線は水物。うん、これね、まあ、多分今すごく悪い状態なんだと思いますよ。その中で、まあ、しっかりとピッチャー陣が、あ、ゲームメイクをしてるから。なんかのきっかけで、こう、向いてくれたらな、みたいな。なんだ難しい。 虎強くなってきました。だから虎の色？これは山田うどんだよ。山田うどんです。いつもそうになってますね。なのでね、ちょっとそうですね。今週ですよ。今週だよね。週から陥落しました中日が。中日はい。どこまで？ 調としてんのか。<laughs> まあ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 ね。そう。いや、やっぱり、あのー、まあ、だから中日だって目の色変えてね、来るというのも予想できますし、はい、えっと、今週、はい、まずはあ、えー、火曜日、ひたちなか市民球場でのおね、えーまあ、中日戦の第一弾度。で、二戦目、三戦目は東京ドーム。ひたちなかっつったら、おめ俺の田舎だかんなあ、そうですか。俺はあ、隣の水戸の出身だから。 茨城弁になっちまうよおめえ茨城のジジ巨人ファンみんな見に組んだから勝手にしいべよな,<お>なんでその<詮>拾わないんだ俺の茨城弁初戦 <laughs> 小笠原投手ねえー、と初戦のマッチアップは、はい、あ小笠原投手と、はい、山崎より投手ということで、うん、これはね東海大対東海大相模という。 この三人、投手がいいんでしょう、今。はい。で、と、第二ラウンドが赤星投手と、和久井投手。和久井投手がそうなんですよ。和久井いいんでしょう。円熟味を回してね、すごいピッチングして。第三ラウンドは、我らが菅野智之投手対柳投手。ね。これはあの、東海第三亀対横浜高校ですから。負けるわけにいきません。そうなんですもう、相手も一緒で、リリーフがすごくいいので。とにかくね。先手必勝。先手必勝。いや。うやっぱり、まあ。まずは先取 そして結論、先週の安倍監督の勝ちに等しいとかね前向きなコメントは、今週にかかってるなるほど、なるほど。それをだから引き分けが勝ちに等しいんであれば、今週4勝2敗になり、5勝1敗になりで、勝てば、あおっしゃる通りでしたと。 そのコメントが,がなどういうものだったかっていうのは今週の結果につながってくるってことですね。すはい、12安打打って2点でも、うん、12安打も打ってるんだぞとそうだ、ね、いうふうに取れればそれが線としてつながったのが、うん、今週であれば、はい、ヒットが出ててそれがまあ得点につながって、ね、チームの勝利に結びつかっでれば説得力のあるコメントだったという。はい どうですか皆さんね、先ほど水井デスク、4勝2敗か5勝1敗って言いました。我々常に6連勝狙うチャンネルだったんですけど、ついに現実を見据えて、4勝2敗か5勝1敗です。はい。6連勝だ。もうね、もういや、私もね、ちょっと反省した。いややっぱね、敵地6連勝とか言ってる。負けをね、計算して野球やるばかりないですもんね。いや、でもやっぱり、 必要じゃないそれもね。なんかまあほら息子にさ送り出す時にさ、まあ今日負けるからっつってさ送り出せないよ。アントニオイノキ理論ね。やるやる前から負けることを考える場がいるかってね。ただやっぱりほら野村さんとかはちゃんとね、こうあの負け試合も作ってたっていう話だよね。まあ優勝したから負け試合まあそれはないそれは負けても仕方ないって言ってましたでしょ。そうそうそうそれはそれはないですからね。巨人だってどの先発陣も。 負けそうがないわけでいや、本当ですよ、今のね。そうなんですよ。もっとね、この、勝ち星でねぎらいたい、いたわりたいっていうとこですけども、そうは皆さんもね、いろいろ、まあ今のジャイアンツに、あの、お考えのことあると思うんですけど、ぜひコメント欄の方に。はい。加藤さんへの文句、どしどしお待ちしてます。いや、最近ね。水いらないですあの、私も、イメチェンしたんでね、ちょっと、髪型がね。はい。え、ということで、あの、ひたちなかのね、茨城県民に、茨城県ジャイアンツファン大変多いんで、 ぜひ白星をね、そこからパーッと、うん、行く一週間になればいいかなと思います。はい、ぜひ皆さんと作るチャンネルです。チャンネル登録、何卒よろしくお願いします。はい、水井デスク、最後に一言。4勝2敗。4勝2敗。四 <laughs> 勝二敗を目指して今週頑張ります。さあ、じゃあ頑張れはい